ですどうも、スーパーマーケットです。えー、なんか、アップデーが来たらしいですね。大型アップデーが。まあ、なんとなく、バッと概要だけ見たんですけれども、実際どうだ大丈夫今, <laughs> 今。マイケル・ジャクソンみたいな倒れ方したよね。なんか、前回の動画で結構、モッド入れたって話したと思うんですけど、あのモッド一旦全部消してます。ちょっとアップデーでね、相性が悪くなってるかもしれないんで、一回全削除して、で、えー、っと、えー、っと、増えたできることが、 まず、えー、っと、すおおおおこれこれこれ、入り口の場所を変えれるよと、あとお店の名前が変えれるよ、これが一番でかいかな。えー、っと、じゃあ、店の名前変えましょう。やっとうちのスーパーがボンバーマンになっ、なんか今シ、シュー、シュー言うたけど大丈夫かあれ背景黒くなってないえ、なんであ、この、あれか、背景色のところで OK を押せへんかったからか。あ、決定してなかったかも。 マジか。無駄に250ドル取られた。で、入り口の位置変更ね。これで、えー、こんな感じで、スーパーの入り口位置を変更できますよと。まあ、現状別に。なんか、レイアウトこだわってる人はありがたいのかもしれんけど、俺は別にええかな。どこあ、これか。オッケーオッケーオッケー。ストレージが広くなった。マジでこれがありがたい。 いやほんまにもう棚でパンパンやったからさゆうちゃ悪いけどこのゲームここまで商品数あるんやったらこの段階まで来た時に棚の数足りなくねってなれへんのかなっていうぐらいこの倉庫マジで狭かったからこれありがたいなーど,どうしようかなまあまあいええかこれでで棚の数がおおめちゃくちゃ増えてるすげえんやこれ あ、でも、照明はスポットライトだけなんや <laughs>。なんか、もっとでかいのが、さあ、あこれ、トールラックって、あれっすかこれ、ストレージ用の棚いや、嬉しいけど、一回買ってみるか。試しに一遍買ってみよう。これと、で、冷凍庫トリプル。冷凍庫のでかい版ね。そう、冷凍庫がね、明らかちっちゃかったから、これはありがたいな。 でシルフクワッド。これも気になるね。これを買ってみて。あー、角に置くタイプのね、インナーコーナー。これもいいっすね。これもいいっすね。で、これね、床を置き換えれるよってやつ。床ねー。今どんな感じうわー、もうしょうもない床しとるなー。これあかんわ。ちょっともっとおしゃん、おしゃんな床に変えていこう。 おしゃんな床って何でもスーパーの床が大遺跡なんおかしいよなカーペットなのもどうなのスーパーのあれちょっと待ってスーパーやんなスーパーの床ってこうじゃないのああなんかいいかもいいわうん素敵な床だと思うこれ以上に素敵な床ってあるかなであと壁ねそう壁の色を変えれるこれはいいんじゃないですか壁がだって今うわーもう黄色いなー いや黄色もうほんま違うわ。黄色は違う。ピンクとかにするかわいい。あまりの。<laughs> あまりのかわいさに。え、これでも単価って書いてあるけど。一個買うだけでどれだけの壁塗れんのかわからんな。え、ど、どうなんやろまあ一回買ってみるか。ピンク色。まあ、ちょっと一回買ってみますね。金が。 お金がないのう <laughs>。えー、はい、でか、でかだな。でかいかああ、1個上まであるんや。なるほどね、段差が引っこ。うんー、まあ、50ドルしか使わんからええけどさ。これ、この辺に、おでっかえ、でっか <laughs> えーっと。 よし。そんな、いいから。はいはいはい。俺がやりたいのは、これよ、これ。これ、んえこれをあ、もう <laughs>、じぶち負けなんや <laughs>。なるほどね。はい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 。え、え、え、えええ塗ってけ、塗ってけ。これ <laughs>、結構か、えあえっ、ー、と、全削除したモッドなんですけれども、若干戻しました。若干ね。 ちょっとモッドとの相性があって動く動かないの可能性があったので、まあ、全部戻したわけじゃないんですけれども軽く戻してみたっていうのとあとこれも買ってみましたでけえ冷凍庫でけえ冷凍庫絶対に便利やねんけどどこに置く <laughs> えどこに置こう絶対欲しいじゃんこれと思って買ったけどそうか今んとこ うちのスーパー、なんだかんだ、棚、ええー、感じやな <laughs>。まあ、ちょっとこの辺にね、どうしても入らなかったものが、よくそに追いやられてたりとかで、いびつさはあんねんけど、まあ、いびつなりにバランスが取れてて今 <laughs>、今。あこの辺とかにシリアルの棚、この普通の棚じゃなくて、ちょっと特殊な棚とか置いたら良さそう。うわあとあれやな、調味料とかもコーナー棚とかが、わあちょっと置きたいけど、金ないかも。 売りまーす。いや、あの、本当はね、店のレイアウト全部変えたいんですよ。全部変えたいし、壁もめっちゃピンクにしたいし、やねんけど、今ね、残りのお金が少なくてさ、いや、まだ3000ドルぐらいあんねんけど、今見ての通り、結構在庫の補充をしてなくて、在庫が尽きてる商品が結構あるから、これの補充をしなきゃいけなくて、いや、このね、あの、在庫残り数を表示してくれるモッド、これはいる。 いるっていうか、これはもう公式で実装してこの機能。クロッシングストーンシミュレーターでもあったけどさ、この機能。この機能がないとさ、この数字書かれてなかったいちいちここ見に行ってさ、で、残りの数いくつやって確認して、またここ戻って注文するっていうのを繰り返さなきゃいけなくて、しかも商品の位置を完璧に記憶してないとここの、これ何やったっけみたいな、あの商品って棚のどこにあったっけみたいなのがもう訳分からなくなるから、これはね、いるよ。 買いまーすで、さらに、さらにですよ、今回アップデートで、こいつらが、この床にぶちまけられているこの商品を拾って直接、ああ、ごめんな、遠くまで。<laughs> <laughs> ありがとうな、遠くまでわざわざ。引くな、引くな、人の商品。ちょ、おい、タク、タク <laughs>、うん。まあ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 。あれなんか、んあれ在庫追加の連中、なんか数多くないあれ蜂に折れん <laughs> あれ おかしい俺こいつらの人数増やすもっと消したはずやねんけどあ増えたまんま保存されちゃってんのかまあいいかこいつらの数多ければ多いほど助かるしな単純に時短やしなまあまあまあ助かるからいいけどああそうなんや増えっと多いねいっぱいいるね頑張ってねいやこれマジで助かるこの輸入した輸入補充した商品をこいつらが運んでくれるこのシステムということはもういよいよ俺あれやな このパソコンの前で <laughs>、この在庫にらめっこしながら、うーん、これが足りへん、あれが足りへん、みたいな <laughs> のをやり続ける日々やな。あと見てわかる通り、あの、10個までしか注文できない制限を撤廃するモッドも入れてます。まあ、これはめちゃくちゃ便利やね。というか、10個制限、よく意味がわかれへんからね。あと、他には、なんか、えっと、この箱、箱の開けたとき、箱の中にいくつ 商品が入ってんのかみたいなのが分かりやすくなったらしいですね。こいつらってこれを取ってくれるけど、だ要は適当にこの辺に置いといたらこれを拾ってってくれるってことかいおお、拾ってくれるんや。床に置いてある商品を自分たちが拾うものであると認識して、片付けもやってくれるし、ああ、めっちゃええやん。これ、紙アップデやな。オッケー素晴らしいですね。じゃあ、オープンします。 あ、電気自動でつけるモッドとか、そういえば消してあるわ。それは、あってもいいな <laughs>。うん、それはあってもいいな。あれなんかパスタが。あー、なるほど。パスタがあれか。もう数少なすぎて、補充だけで在庫なくなっちゃったんか。まあ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 、じゃあここで足りてなさそうなやつを注文していきましょう。赤くなってるやつね。赤くなってるやつが在庫なさすぎるっていう状態のやつやから。 それをポチポチ追加しつついやー楽やなえーまあマヨネーズはちょっとまだまだ生きれるまだ生きれるってやつは前はえーあータブレット怪しいか買っとくかんでえーっと米もまあ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 足りるやろドッグフードもんー足りんなでもキャットフードは足りてキャットフードは足りてるのになドッグフードだけ足りてないと愛犬家から切れられるな いやあ、このなんか、売っても売っても全然お金が入ってけえへん感じ、スーパーマーケットシミュレーターやな。最近ちょっとクロッシングストアシミュレーターのせいで感覚麻痺してるから。このさ、注文してここね、ばらまかれた商品が自動的に棚に収納されるモッドみたいな今まで入れてたけど、まあ、この作業がめんどくさかったからやから。これをね、自分でやらなくても、こいつらが公式でやってくれになったのであれば、そのモッドもいらんね。いや、どうなんやろな。 とはいえこいつらの仕事が増えちゃってるからこいつらの手が回らなくなって店内の商品がちょっと足りないみたいなのが発生するのかいやでも俺こいつらの数倍に増やしてるからないけるかいけるやろでまあ別に自分もやればいいしねえー、っとドックフドックフドックフどこ <laughs> あどこ やべ、ただの1変更したら本当に場所分かんなくなっちゃった。キャ,キャットフードど、ど、どこよろしくよろしく片付けよろしくで、えー、っと、これはわかる。これは確かこの辺にあった。ねよし、あったあった。えー、で、これ、ちょっと、フードマジでどこどこえー、こぐれでしょ だ大丈夫やな。足りてるよな。まあ、片付けはあいつらがやってくれると考えて、補充もやってくれと考えて、じゃあ絶対にもう4人じゃ足りへんやろ。これデフォルテだと4人までしかやっとれへんねんけど、8人雇ってもまあまあ8人フル活動してるぞ、これ。あれかな、商品の値段が高い言うてたんかな。うるせえけんな、隣町の安いスーパーまで行きなじゃ、うちのスーパーは高いよ。 これゼロになってるけど、今、品出し中の可能性があるので、あんまり調子に乗って補充はしないようにしつつ、この辺、ちょっと、品出し中やったとしても、いくらなんでも足りへんな、みてえなやつを。キャットフード売れてる。いや、猫ちゃんもね、そうよね、猫ちゃんも可愛いからね、本売れるな。売れるな、本が。はい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 。本の値段も、うん、オッケーオッケー、いい感じやな。おら、お前ら来てるぞ片付けろ 次から次へと、テキパキと、キビキビと、あ崩れた、びっくりした。片付けろ、早く。すごいスピードで。店長は暇や。はい、いらっしゃいませ、お客様。今、店長、壁塗っております。すいません、あのー、シリアルってどの辺ですかね。今、ちょっと壁塗ってるんですよ。お客さん、おお、びっくりした。ちか、ウ <laughs> ォッカ高すぎ、不満が <laughs>。 <laughs> ものすごい距離で言われたうるせえな格安いけよじゃあよえー、っとちょっとちょっとお客さんめっちゃ並んでるよテキパキレジ打ちしてあーそっかあのレジ打ちのスピードが倍になるモッド入れてないからやあのモッド入れへんかったらこんなことになるのかいいいやおせえバイトのレジ打ちやってらんねえまあギリギリさばけてはいるか 捌けてはいるかあのお客さんが空いているレジにバランスよく並ぶモッドは入れてあるので現状空いているレジがあったらそっちの方にスッと移動するようになってるはずやからまあそう考えるとギリギリいけてるかあと暗この辺暗くないあーそうか照明が端っこまで来てないからこの角のところがちょっと暗く感じるんかな スポットライトしかねえ方が悪いだろ。もっと柔らかく光が広がる蛍光灯みたいなのがあったら絶対にそれを導入するんやけど。なんでか知らんけど、この街にはスポットライト以外の照明がないんや。ピンポイントで照らすしかないねん。店長もどうかと思っとるわい。うおこの壁を塗るだけの塗料がなかった。<laughs> この壁一枚塗るだけために、なんか塗料一個買うのダリーな。 あーよっしゃーよっしゃーうわーうわ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 ,うわ,うわ,うわお客さんもお客さんも早く打ってくんなあい君たちこの時間虚無すぎるなこのゲームいや,やっぱこの時間をスキップするためにあのゲームスピードアップモッドも欲しいなモッドってあると便利だなぐらいにしか思ってないけど導入したやつ外したらないときついってなるな <laughs> いや、やっぱ人間って一度便利な生活を味わっちゃうと、もうそれがない生活に戻られへんな。一度上げた生活レベルを落とすのってやっぱ難しいんやな。はい、ここ片付けて。いや、これやってくれんのほんまありがたいわ。まあ、片付けるというか、自家、自家搬入をやったりもするけど、まあ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 。で、デイリー東京。俺200日もやってんのこの生活。<laughs> 人生やん、もう。モッドありのこの、なんか、 便利な世界に慣れてしまうと、やっぱり自分でどうにかする生活力みたいなのがどんどん下がっていってるな。今も俺、モッドがなかったら何もできない人間になってるわ。えっと、ハムとチーズが追加された。えーえー、あ今まで俺、このゲームどうやって遊んでたっけもう何も思い出せなくなってる。ウォッカワインチーズ。 砂糖きび全然ないクリーナーなぜか本がまあまあ売れとんのよなよしはーいみんなあおら <laughs> みんな頑張れ頑張れちょっとサドルの上にきれいに一個乗ったハおらお前らきびきび働け給料もろとれろかいこいつら雇うときに金払ったけどそっから先のなんか 継続してこいつらを雇うための月給みたいな一切払ってない気がすんねんけど、一番最初にもらった給料だけで死ぬまでただ働きなのすごいなこいつら。あれそれか俺が試案だけでなんか、デイリー画面とかでちょっと給料引かれてたりすんのかないやまあ、全然払うけど。<laughs> こんだけ俺の10倍働いてくれてるから全然払うけどさ。ほらほら、補充せ補充。 補助より先にあの近隣住民からの苦情えぐいから先にここ片付けてほしいんやけど <laughs> 毎朝あの子の道路すごいよね <laughs> いや俺かてこんなことしたくないんですけどね違うんですよ業者が悪いですよ業者が俺は何にも悪くないんですよえっとまさかまさかまさかこの辺じゃなかったか えだって冷凍食品んえあ、無サかじゃないこれ無サかじゃねえあ,えー、あれあこれあっ、てるあっ、これあっ、これ,あれこ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 れくとこれ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 場所起き上がるマジでこのこつこれ お前ら <laughs> 巻かないじゃんお前らのは、こうたままくえ。よし、この棚をきれいにして、いや現状足りてるはずやねん、棚は。足りてるは、えあれんああ、足りてるよな。よし。えー、はい、はい,おい,おいオッケー、はい、オープン。うん、うーん、どうなってるこれどうなってるいけてるいけてるか働き、働き,働き、お前ら。お前らみたいなもんは。よし。 えーっと、あ、これ見たことある見たことある。これは初期からあるやつの位置は俺でも分かるよ。ちょっと、あの、これ初めて見ましたみたいなやつな棚の位置は分からん。うわーもう整理したいなー整理したいなーここも。もうめちゃくちゃになってんのよなーちょっと、これ今日終わったら整理するか、綺麗に。え、店内もな、棚書いていきたいよねー。せっかく新しい棚増えまくってるから。 これとか、まあもうシャーなしでこういう置き方してるけど、棚を変えれるってことよね。こういうモッドもありますのでね。<laughs> こういうこの商品を選べば、その商品が入る段ボールを無から生み出す <laughs>、最強のモッドがね、ありますので、まあ、この辺を利用してちょっと店内に入れ替えしたいですね。今日は終わらそう。京都一日。ああ、みんなここに。 ここに、ああ、まあでも品出しを優先してるっぽいな。まあそれは正しい。じゃあこれは店長がやるよ。はあ、めんどくさあ。なんでこんなことやれがやらなあかんねやろ。ああ、だる。デフォルトでこれぐらいのスピードでええよな、別に。<laughs> まあ、あんま速すぎるとでもあれなんか、自分がやるよりもこいつらに任せた方が速いってなるから、途中のタイミングでよくないのかな。ここまで来たらなんか。 まあ、もしくは、あの、お金をさらに追加で払うと、レジ打ちが、スピードが上がるみたいなオプションがあってもいいよね。なんか、あの、強化。<laughs> レジ打ちバイト強化オプションみたいな。キャットフードな、もうちょっと誰かやってくれよ。電気可能性だ。間に合うかなスポットライトを、すいません。いくつか、3つほど。はいはいはい、どうも。3つもいらんわ。<laughs> 絶対に偶数でよかった。あ、なんか、 枠出るようになってるやん。いいんやけど、それやったらもう最初っからスポットライト持ったらグリッド出るようにしてくれへんかな。グリッドに合わせて配置とかやった方が楽やねんけど。やっぱちょっと暗いなこの電球をもっと隅まで持っていかないわ。<laughs> 歪んでるねわわ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 これはひどいねひどいねだけど、あ、まあ、グリッドじゃないけど、でも、まあ なんか,か傾いてるぜ。傾いてるぜよ。横をこっち側に合わせてこう配置していけば、これ、あいいかも。まあ、多少のズレは出るけども、もうこれはしゃアないものとして、おー、なんか、まあ、若干歪みはやっぱあるけど、まあ、なんか、なんとなく、照明きれいになったんじゃないですか。うん あちなみに、もこっちはぐちゃぐちゃです。あ、もう、こんなとこ。俺が明るければ、俺が見やすければ、なんでもいいから、このとこ。はいはいはい。あ、一日終わってたわ。はい。えー、っと。残高9000ドル。いや、お金は入ってくるね。あ、スタッフ料金払われてるわ。右上に。スタッフ、1000円。なんや。金取られてるわ。金取られてたんや。最悪。ちょっと、いじってみるか、これは。 よいしょえー、ちょっと、あー、ここの補充しなくて大丈夫よ。今、店長、入れ替え作業やってるから。大丈夫よ。変な気を起こさないで。<laughs> これ、この入れ替え作業中にさ、棚が一時的に一瞬空っぽいになる今今、今空っぽいになってるやんこのタイミングでね、やつらが走ってくるのよ。<laughs> そこ空じゃないですかって言って。いや、空じゃない。あー、いや、バカ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 のアホ。 バカーマジ。これ、モッドではね、すでにあるんですけど、こいつらの動きを止めるってやつ欲しいよね。この、リストカー、補充係の動きを一時的に停止するみたいなッドがあるんですけど、公式にはないのよ。ないから。<laughs> これ、入れ替え作業中に奴らが来てしまうのよな。はい。はい。はーい。この棚は、消去。 うん、この棚は消去します。OK。で、ここに新しく、えー、っと、でけえ陳列棚をシェルフアウターコーナー。あーはい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 。なるほどね。まあ、このクワッドでいいんじゃないのかなこれを一度。わあ、でけえ。でけえ。でけえ。おぉ。あ、片付けてる。えロー 待って片付けないでほしいんだけどちょっと今片付けられるとこの棚に何があったのか思い出せなくなって俺が終わるちょっとあ,あのちょっと片付けないで片付けないでほしいな片付けないでくれねえかなこいつらしかも多分もう棚に置けないからお前ら絶対適当なとこに置くやろ今入れ替え作業中で <laughs> うーんなんかこのこいつらをストップさせないこいつらの悪行を止めぬことにはみたいなとこあるよね なんだっけなんか米と砂糖売られてたよな <laughs>。はい、はい、これは売ってた気がするな。はい。砂糖ね。砂糖。ここ、え粉糖をまとめて売ってた場所か他に粉糖って売ってる場所あるこれパスタ。パスタエリア。小麦粉エリアな。小麦粉とパスタ。はいはいはい。で、あー、シュガー。ここ粉糖やな。 そうか、ここをスーパー奮闘エリアにしたかったけどお茶回収しまーす補充しに来ないでください補充なんかやばい補充しに来てるやつがいるういあ危ねあぶねあぶねえ,ねえやられるとこやったでこれ緑茶な緑茶の補充しますあい,あ,いあ,いあ,ーあいつら片付けに行ってる片付けに行くな床に一時的に置いてるだけああバカあこ,こいつらマジ マジでこいつら賢くなったせいでクソバカになってるな <laughs> 意味不明 <laughs> だけど <laughs> あれ砂糖ってあせやよな,なんか白砂糖ってあったよねまだそう砂糖がまだあんねよこの砂糖白砂糖がでももうどの棚にあんのかが全然わかんないから注文しちゃおう注文するでその俺だよし <laughs> おめえなんかに渡すかよ で、あ、ここがこう、あれこれも砂糖じゃなかったっけこれ茶色砂糖みたいなやつだよなわでももう砂糖はさすがになこの棚でいっぱいいっぱいやな砂糖棚砂糖棚調味棚あ調味棚もちょっとここにコーナー棚みたいなのその四隅にはコーナー棚みたいなの置きたいな えー、じゃ、あここ、オリーブオイル。最近高いな、オリーブオイルな。あ、これ誰か捨てといて、これ。はい。これ捨てといて。これ捨てといてができんのいいな。これだけ楽やわ。で、いやいやいや、ここは普通の油ね。はい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 。あ、ちょっとこれ、これ捨てといて。で、塩な。塩。えー、っと、おー、塩。塩、塩、塩、塩。塩を、下の段に。おー、いいじゃないですか。 いや、いいと思うわ、これ。なんかスッキリしたね。やや違和感を感じるけど、まあ。あ、でもいいね。めっちゃいいわ。この棚すごいいいね。で、ここよ。お茶がここに来て、で、砂糖を。やばい、余計なことしてたせいで、あの棚に何があったかもうすべて忘れた。<laughs> やば。完全に忘れた。あ、そっか。これ見ればいいんだ。これ見たら、今、お店に置いてないやつはゼロって書いてあるから。 米、米、米,米、米で、ここはじゃあ、米売り場にしちゃって、ちょっとこの米の追加も頼むわ。で、あー、ま、そう考えると、これ、ミスやな。なんか一つも置いてない棚って見栄え悪いから、ここはじゃあ、奮闘を置くか。いやー、砂糖ここで固めたかったなー。多すぎやねん、砂糖。 <laughs> この店どうなってんねんどんだけ砂糖を置くんよあーこの砂糖も向こうに移してここを砂糖砂糖にすればっていう感じで行くかちょっと誰かこれ片付けていはいはいよろしく今あいつら忙しく動き回ってるからここの茶色砂糖バレない ちょいちょい秋棚あるしね。ここもちょっと秋棚。ここ空き棚なんて気になるけどなまあまあまあ、ええやろ。よしとしよう。うん、だいぶよくなったんじゃないですか。ここにもね、本当はあの、角の棚置きたいんですけど。まあ、あここに角棚置いたら、ちょっと商品どう並べようかなみたいな難しさがあるので。一回ここは、あえてこのままにして。わ本もなんか本棚作りたいね。 い,やいいですね。棚が増えたから結構、レイアウトの考えるゆとりが増えた。楽しいですね、これは。まあでも、アップデで追加されたのこれぐらいかな。うん。あの、店の名前が変えれるのと壁の色塗れる。棚増えた。で、えっ、ー、と、まだ途中ですけれども、この、ここ。ストレージ、まだまだ拡張できるっぽいですね。多分、ここの壁が全部なくなるんちゃうかな。拡張ができるから、まあ、こっち側のゆとりもだいぶできたのと。 で、うん、棚はもうね、まだ買ってないけど、新しい棚がガンガン増えたっていうのと、結構お店のレイアウト自由に事例になったから、自分の好きな感じの店作りたいっていう人は、ええ感じのアップデーになってるんじゃないですかね。まあ、あとはもうちょっとプレイをしやすくするアップデーやな。俺今、モッドでどうにかしてるけど、この辺はデフォルトであってもいいんじゃないみたいな機能結構あるし。ただなんか作者さんが、今回アップデーのパッチノートみたいなの読んでたんけど、 なんか皆様のおかげでアップデートやる気が湧いてきましたみたいなこと書いてあったから <laughs> なんかチームの人数が増えたのかわかんないですけどちょっとアップデー頑張りますみたいな書いてあったから今後もしかしたらまたでかいアップデートが来るかもしれないですねまあちょっとアップデートの内容によってはまた動画にするかもしれませんが今回の大型アップデートこんな感じですね